ジャンヌダルクは後悔していた。サイカ孫一の優しさに甘え彼を犠牲。ジャンヌがこの世界に飛ばされた直後、小牧長久手の地でのことである。その時颯爽と救援に現れた孫一はジャンヌを逃がし、一軍のみで妖魔軍を、もしもあの時自分が共に戦っていたら、孫今度は自分が彼を助けるのだ。ジャンヌは固く戻ってきた。あの時のあの場所にかつて救われた時、私は参るだけだった。救援に来てくれたあの人を残し、でも今度は逃げない。最後私があの人を救うのだから。この思いを勇気に変えて行きます。もうすぐあの人が来てくれるはず。でも今度は甘えられない。私が救うのだから。じわじわと包囲を狭めろ。分に殴ってやれ。いけない。みんなの間に絶望が広がっている。勇気と希望を呼び覚まさなくて。暴れてるって聞いて来てみれば、美女が襲われてるじゃねえか。決まりだな。サイカ州行くぜ。
完了だな。妖魔どもに鉛玉をお見舞いしてやれ。止まれ、一度吸いされちまう。さすが俺。さてこのまま反撃といくか。ここまでは順調。でもこの後に予想外の事態があるはず。そこをしのげれば未来を変えられる。十分に注意して備えなければ。コスメの部隊も遅れ、中央を取られるな。アメス君、はい、キャーヤハッ。アメス君、せいぜいあがくがいい。敵将、払い立て祭りました。行きます。サイカ衆が危ねえ。一気に南下して敵の頭を潰すか、援軍から潰して高校の憂いを断つか。美しい上に強い。次の人だ。勇気を力に。おお、目を見張るばかりの戦ぶり。負けられない。次々と敵兵が。これではキリがない。これは厳しい状況だな。これはまずいか。祈りを届け、祈りを届け、祈りを届け、祈りを届け。行ってみるか。
思いの証です。その戦ぶり手本といたします。感謝のしようがございません。その調子で頼むぞ。皆が笑って暮らせるように一歩近づいたかろう。美しいお嬢さん、あなたが無事でよかった。いや、わしらにしたらお前が無事でよかったわ。あ？何の話だ。まあいいか。俺はもう一度戦場を確認。妖魔に背後をつかれたらまずいからね。聖女さん、少し待っててもらえるかな。おい、孫一。言ってもない。もう妖魔も残っとらんじゃろ。これで過去は変わりました。本当に孫一さんを救うために私たちの思い